ボーイシングル人気ランキング。1980年代に活動したロックバンド、ボーイ。唯一無二といえるビジュアルや音楽性が特徴です。結成40周年を迎えた2021年にはボーイの軌跡を振り返る特別番組が放送されて話題となりました。2023年8月30日から9月6日までの間、ボーイの好きなシングルはどれ？というアンケートを実施していました。今回の投票ではボーイのシングル8作品を選択肢に用意したところ、3794票もの投票をいただきました。それでは結果を見ていきましょう。8だから78票、7位バッドフィーリング286票、6位トンキートンキークレイジー310票、5位マリオネット392票、4位季節が君だけを変える445票、3位オンリーユー454票、2位わがままジュリエット564票、1位ビーブル991票。ビーブルは1986年に発売された4枚目のシングルです。作詞は氷室さん、作曲および編曲は布袋さんが担当。ドラマティックな展開が思春期の恋心や切ない感情を呼び起こしますよね。そのことです。続いてスレミンの反応です。50過ぎたクソジジイのスレ始まるよ。博士よろしく。話ガラスが未だに引っかかる。話混ぜるじゃなくて。渋すぎる格差。ドリーミンが入ってないよ。ドリーミン一択だろ。作詞作曲が布袋様だからな。もう一昔前の演歌カテゴリー、クラウディーハートなんやん。オーマイビートないんかい。モラル。松井にもっと作曲の才能があればな。ワーキンマンとか作詞はそこそこいいと思うけど、めちょっとした歌い方が気持ち悪い。ノンニューヨークでギターの練習した。最後に夢を見てる奴らに送り回す。オレンジャーと笑うちまった。ちょっと渋すぎるな。これスーパーカリフォルニアエクスプレスデリシャスみたいな曲、結局タイトル覚えられなかったわ。もう永久に再結成はない。良くも悪くも歌謡ロックの最高峰な。結局再評価の対象にならないバンド。プラスティックモモは J ロックの一つの到達点である。後年天もジホイホイ。まさに直撃世代だが、チョイしたの世代は持ち上げすぎ。お前らすごいな、笑わずにこんなの聞けるって。アルバムボーイは佐久間さんプロデュースでポップすぎるわ。売るには良いけど。ボーイの歌なんて誰も知らなくね。メロディー口ずさめるやついる？全く売れてないし、耳に一切残らない雰囲気だけのバンドだよな。今じゃただただダサいだけ。いいさ、分かっているよ。追いつうだって AI してくれーた。若い人が5チャンネルにいるわけないだろ。以上がスレミンの反応でした。それではまたお会いしましょう。ではでは。